まずは外側の頭の部分を作っていきます。折り紙を半分に折ります。縦にしてさらに半分に折ります。開いて半分の折り目に合わせて三角に折ります。裏返して反対側も同じように三角に折ります。上から開いて正方形に折り替えます。1枚を真ん中に合わせて斜めに折ります。開いて反対側に閉じます。これを内側から開いて、ちょっと分かりにくいですが、半分にしていきます。こんな感じです。反対側も同じように、真ん中に合わせて折って、開いて、内側に半分を折り込んでいきます。折れたら今度はこの角を上に向かって折ります。こんな感じになります。裏返して分かりにくいんですが、この角の裏側を半分に折り込みます。ここを半分に折るんです。半分に折って途中で余った紙を斜めにいなします。ちょっと難しいです。閉じるとこんな風になります。こんな感じです。反対側も同じように、裏側を半分に閉じます。半分に閉じて、途中で斜めに紙を折って逃がします。それを閉じると、こんな感じになります。上の角を折り下げて、この先ほど裏側に回した部分を少しだけ折ります。少し折り返すと裏側が青くなっているので、それが角になります。反対側も同じように開いて
折ります。てっぺんの角を裏側に折ります。もう一度角を上にやって下で折り下げます。もう一度折り上げます。角を少し潰しておきます。こんな感じです。これを裏返して顔の下のラインを少し折ります。左右とも顔の下のラインを折ったら、真ん中で交差する場所で潰しておきます。これで顔の輪郭の部分は完成しました。次は顔の内側の仮面の部分を作ります。まずは折り紙を大きく三角に折ります。折ったら今度は左右の角をてっぺんの角に合わせて折り上げます。てっぺんに合わせて折り上げます。これを裏返してこのまま角をダイヤ型に折っていきます。折り筋をつけます。そしてダイヤ型に開きます。2枚あるうちの1枚だけを上にしてダイヤ型に開きます。これを裏返して角を折り下げます。一度折り筋をつけてから少しずらして折り下げます。これぐらいになります。今度は左右の角を半分開きます。半分開いて目の部分になる角度で折ります。これぐらいですね。左右とも同じように折ります。これを裏返してめくり上げた部分の下の部分を段折りしていきます。ほんの
5ミリぐらいを上に段折りして置きます。先端は上に折り上げておきます。こんな感じになります。ちょっとやりすぎかな。ちょっと調整します。端を斜めに折ります。こんな感じかな。そうしたら左右に突き出てる部分を裏側に折ります。上の先端の部分も裏に折り込みます。目頭の部分を少し折り替えて角度をつけておきます。こんな感じになります。一度顔と合わせてみます。今度は目を描きます。内側のラインを決めてから中を塗りつぶします。形を整えてから合わせてみます。両面テープで固定します。目の外側の部分を黒く縁取っておきます。これで仮面ライダーバルカンの顔の完成です。